本日4月24日、しばむるずきさんの誕生日ということで、しばむるずきさんのクイズを今回も作ってきたということで、では、いきたいと思います。スタート。はい、では1問目です。アニメや各ゲームでしばむるずきは幾度となくこれを口にしている、彼女の代名詞となっている言葉は何でしょう。はい。まあ、これは、ご飯手までいってよ。いらっしゃい。自身が配信番組で起こした読みの間違いから変語地や変語という愛称でも呼ばれるしばむるずき役の声優は誰でしょう。はい、大橋彩香さんですね。はい、デビスのストーリー込みの第3部で解放できる笑顔、道のり、歌うという意味の英単語が合体したタイトルであるしばむるずきのソロ楽曲は何でしょう。スマイリング。トックマイルスでは後にしばむるずきのラブイドトライアングルを歌う宮本フレデリカ、北日向を映っている、キュートユニゾーンを持つしばむるずきのカードは何でしょう。ここでカードが来ました。印象さん強いですね。フューチャースペースですね。渋谷リホンダミュートを同時に実装という方です。島村的にもオールオッケーという歌詞も登場する島村月によりカバーされたティームレボリューションの楽曲、結構前のカバー曲ですかね、入ったのが。ホットリミットですね。しばむるずきさんのこのフィギュアもあるんですね。しばむるずきノーマル特訓後の衣装名にもなっているこのね PCS やピンチャラと略されるユニット、ちょっと文字数が多いですが、ピンクチェックスクールね。ちょっと今いますね、偉そうですね。2021年1月18日にデータ実装されたものはニュージェネレーションの3人によって歌われたアイドルマスターシリーズ15周年を記念した楽曲は何でしょう。この楽曲はちょっと多めになりました。何度でも笑おう、何度はひらがなです。ではラストの問題です。リリンさんが差しのした、はい、長きにわたり養成所でレッスンを重ねていた普通の女の子で人並み外れた努力と時の笑顔を武器に相手と成長し、2016年には第5代シンデレラガールの座を掴み取った今日4月24日誕生日のデリマスのアイドルは誰でしょう。しばむるずきさんです。誕生日おめでとうございます。でラサさんがもうね、なんか勉強重ねて強くなってるのよ。では12分ですね。というわけで、ね、謎のクイズが始まります。ではスタート。その語源として目を張るや我を張るなどの複数の説がある、めげずにやりにくなどの意味がある言葉は何でしょう。まあ、これはね頑張るですね。では次、ゲーム星のカービィ64でこの敵との対戦戦闘中にポーズを上げても続けると頑張るのコマしか選べず戦闘強制されるとゲームの死ぬラスボスになっている敵キャラクターは誰でしょう。何でしょう、誰でしょう、どっちだろうね。これやってないと難しいですね。で02、アイドルの掛け合いとコントや2人の濃いメーカー、印象的なボケのヨシコとツッコミのマヒールで構成される芸人コンビは何でしょう。急に芸能が来ました。頑張れルーヤ、頑張れですね。頑張りの砂などのアイテムを使ってこれを上げることができるゲームポケモンレジェンズアルセウスでポケモンのステータス上昇にかかる能力値のことを何というでしょう。はい、ポケモンネタですね。ポケモンは本当に使いやすい。ただみんな間違えている、頑張レベルでした。
これゼロか。通称で回答、青いスーツを着た猫ニャンバローがマスコットを務める関西地方の鉄道会社なんでしょう。いやこれをみんないけないか。大阪メトロ、大阪市高速天気軌道って名前ですね、本来は。ずっと前から君が好きでしたという歌、サビが印象的な、タイトル自体も頑張れて意味がある西野からの応援ソングなんでしょう。いやーこれはちょっとみんな正解でね、Go for it。 なんでや。今日も一日頑張るぞいってセリフが有名である漫画ニューゲームで、イーグルジャンプの新人社員として入社する主人公は誰でしょう。これねタイトル聞くんじゃないね、キャラ名なのでごめんなさいね。そこは鈴風青葉。野球は辛いことが8割でも残りの2割のために頑張るんですという名言を残している1492試合連続フルイニング出場という大記録の星、鉄人の身を取る元野球選手は誰でしょう。ここでスポーツ、名前もね難しいんですよちょっと。金本智明。あと2問です。かつてフジテレビ系列で放送されていた頑張った大賞では、全ての回で総合司会を務めている僕の生きる道は人気をヘルパーのドラマ出演した元スマップのメンバーは誰でしょう。なかなか司会することない方なんですけど、この番組に関してはよくやってました。で草薙剛さん。ではラストの問題、早押しはしないでねするなっつってんの。艦隊コレクション艦コレ公式4コマ漫画の主人公で、サブタイトルで頑張りますという言葉ともに名前が登場する幹部は誰でしょう。だからというわけで吹雪でした。だから関係ないって言ったでしょ。というわけでこの赤丸の方とペパさん、今回の島村月クイズは一緒となります。